どうもこんばんは、ご飯です。モンハンクロス集会所実況その17、力を合わせて枯れるかな。本日もリシェさんと共に闘技場クエスト S ランククリア目指して頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ本日のお相手はフルフル、私が選んだのはこちらライトボウガン神ヶ島ですね。火炎弾が撃てるものです。ギルドスタイルで仮技がバレットゲイザーラビットヘブン使うことができます。さあ始まりました。私は、ライトボウガンリシェさんがエリアルスタイルの家族性の双剣ですね。さあ届け鬼人弾ケイ。さあ私個人的にはこのフルフル、かなりこのライトボウガンと相性がいいんじゃないかなって思います。なんかね、一定の距離を取って戦えるので、あの帯電状態でもね攻撃することができるっていう。さあ S ランククリアなんですが、5分以内0分張りで討伐することができたら、お、ナイスです。リシェさんはエリアル双剣ですね。じゃあ倒れたら頭にこれ入れていきましょう。ナイス、ほい。あと一個、よいしょ。どうしようかな、拡散弾、拡散弾ってどうやったっけ。これリシェさんもぶっ飛ばされるんかな。なんとかなんとか打ち切ったぞ。さあじゃああとは火炎弾打ち込んでいこうかな。仮技がバレットゲイザーとラビットヘブンですね、使うことができるのでタイミングを見計らって使っていきたいと思います。今回リシェさんがエリアル双剣で来てるんですけどね、フルフル確かどこかすごい硬いの、失敗やったかな、どこか硬い、弾かれてる間にこの帯電状態ビリビリされるとね、剣士からしてみればちょっと戦いにくいんじゃないかなと思うんですけど。どの武器の組み合わせで来るのが一番早いんだろう。特にそこまで我々はなんかガチ闘技勢みたいな感じではないからよし行くぞ。バレットゲイザーじゃないよ、これラビットヘブンだよちょっと打ち切らんかったな、当たりきらんかったな、全部そう。もしねこの組み合わせで闘技場行ってどうだったよってのコメントでみんなの聞きたいな、どうやったよって。よいしょ、いけ、ドゥーン、いいね、快感まあでも2人でやればどんなそんな組み合わせにめちゃくちゃこだわらんくても5分以内だったら普通に枯れると思うんやけど、闘技勢とかやとどれぐらいで枯るんだろうね。2分以内とかに勝ってしまうのかな。さあリシェさんは獣宿し状態でね、この装備は獣宿しの状態になると1回の攻撃で2ヒット当てることができるんですよね。かなり双剣と相性のいい仮技だと思います。お、終わった、お疲れ様でした。さあこれもまあまあ S ランク達成できたでしょう。さあクリアタイムは3分55秒、 S ランク達成です。はい、今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。よかったらまた遊びに来てください。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから。スマホ、携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。